皆さんおはようございます。それではですね、朝活のショートバージョンの動画を本日はお届けしていきたいと思います。朝っていうのはね、本当に大切なので、もうどんよりとした自分のその心持ちでそのまま一日をスタートさせてしまうのと、もう最高にすっきりしたっていうような状態の気持ちいいっていう、その状態で一日をスタートさせるっていうのとでは、もう雲泥の差、全く違う一日がその後に形成されていってしまうので、朝は本当に大切なんですね。なのでぜひですね、これから一緒に朝活をね、一緒にして、そして本当に素晴らしいね、なんていうかな、この一日をここからスタートさせていただければと思います。それではね、早速スタートしていきましょう。はい、ではね、ここではただただご自身が、ここちょっとこわばってるかなって感じたところを自由にほぐしてあげてほしいんです。自分自身が自分の体にしっかりと耳を傾けてあげて、ちょっとここはね、伸ばしてあげた方が良さそうだな、ここはちょっとほぐしてあげた方が良さそうだなっていうところを、ただただご自由にね、ほぐしてあげてください。あとですね、余裕がある時にはぜひご自身の体にありがとうっていう言葉はね、かけてあげてください。やっぱりね、日頃頑張っている自分に対してねぎらいの言葉をかけてあげたりだとか、感謝の思いをね、伝えてあげる、そのような言葉がけをしながら体をほぐすのと、全くの無心でね、体をほぐすのとでは、体のほぐれ方も心のほぐれ方も全く違います。なのでぜひね、ご自身の体に向けてありがとうっていう、その言葉はね、かけてあげてください。はい、ではまずは頭皮から自由にね、ほぐしてみてください。こちらのパートもね、ご自身のお好きなようにほぐしてみてください。続きまして耳ですね。耳もご自身のお好きなようにほぐしてみてください。でちょっとね、耳がポッポしてきたかなっていう、そのくらいのタイミングで軽くね、自分の顔を押さえてあげてください。はい、ではね、口角上げのストレッチ、今回はね、5セットずついきます。では次は、おうを5回言います。次は、いうを5回。はい、お疲れ様でした。軽くね、揉みほぐしてあげてください。
では軽くね、体を伸ばしていただいたら呼吸瞑想に入っていきます。ただただ呼吸に集中をする、それを2分間続けていきます。はい、ここで瞑想終了です。では言霊の設定をしていきましょう。あなたは今日一日が終わるとき一体何て言っていたいですか？その言葉というものを今想像してみて、ぜひそれを口に出してみる、もしくは自分の内側で唱えてみてください。そうしているだけでも徐々に気分っていうものがね、ちょっと良くなってくると思うんですけど、その気分っていうものを維持するように今日一日努めてみてください。そして先ほどね、観測していただいた言葉というものもご自身が気がついた時で大丈夫なので、今日一日を通して気がついた時にはその言葉っていうものもちょこちょこと使ってみてください。そうしているだけで本当に一日が終わるときにその言葉を心から発してみたくなるような、そういうね、一日が作られていきます。それではこれでね、今日の動画は終了となります。本当にここから最高の一日が始まりますからね、ぜひ楽しんで今日も過ごされてください。それでは元気にいってらっしゃい。